黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、名古屋で、まあ名古屋だけじゃないよね。もう東京行ったり、もしてます、まあね。全国的に活躍してる、ギタリスト、ジャズのギターも弾くし、まあクラシックギターがメイン？いや、メインはね、ないね。ない。何でもやっちゃうからね。ベースもやるもんね。ベースもやる。うん、はい。そういうわけで、望月さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、ギターのことでいろいろ聞きたいんですけど、まあ、モッチーはそもそもなんでギターを始めたんですか？うちの父親が、そうかあのギターをやってて、で最初はね、バイオリンを習わせたかったらしいんだけど、バイオリン嫌だったんで、やったの？嫌だったの、何が嫌なの？なんか女の子っぽくて。そう、その当時はね、まあ、子供、そのピアノもそうやもんね、ピアノ女の子っぽいみたいな感じがあって、でも楽器やりなさいって言われて、でギターを持った。ギターを、まあギターは好きやった。そうでも最初はね、別にそんなに好きでもなかった。でもね、エレキギターとかすごく好きだった。キュイーンとかやってた。とか、もう全然エレキギター持たされなかった。ああ、そうか。弾けなかった。聞くのは聞いてたけど。聞くのは聞いてた。なるほどね。そういうわけですね。じゃあ、今最近僕ちょっと自分の YouTube でやってるんですけど、リックってこう、要はまあギターってこう手癖みたいなのあるやん、あれについてなんですけど、あれはどうなんですかね。こう、要は結局アドリブやってる時って手癖っていっぱい出るでしょ、リック。あれってやっぱ弾かないように、まあ、手癖にならないようにって思ったりする瞬間はある？もちろん。もちろん、まあ、ここは手癖にした方がいいなと思う時もあるし、あるなるほどなるほど、手癖に頼った方がかっこいい時もあるし、っていうのはある。そう、手癖があった方がこのサウンドになるっていうのが分かるもんね、でその後ここいじったらこうなるって分かるもんね、だからその手癖がいけないわけではなくて、だから俺的には歌い癖はいいと思ってたりとかするんだけど、その手順が楽やから、ドラムなんか手順が楽やから手癖になるっていうのは良くないと思うけど、それが歌になってて歌い癖やったら別にいいかなと思う。そういうのはギターはどうなの？全く同じ。だから、あの肉体の都合によっちゃうと、どうしても偏った感じになって全然何も伝わらないね。まあ、だからその音が浮かんでて、その音は手癖でいこうかな、これ手癖じゃない方がいいなみたいな感じで選んでる感じ。なるほどなるほど、バッチシやね。俺もそんな感じやわ。あ、本当同じだった。やっぱりこう、あ、手癖でこれでいった方がいつものサウンドになるなとか、その代わりアクセント変えようかとか音色感変えようかなとかっていうのは考えるから全く一緒、ね、そうそう。で、リックってもう一つあって、こう、なんていうの、この場になったら相手がこれ来たらこれで返すみたいな定番があるの。あれとかも俺はこう定番できたからひねって返そうかなとか、返さんとこうかなとか、まあ、バッチし返そうかなっていう、まあ、3種類あって選ぶ感じなんやけど、そんな感じ。そう、なんか応援したい時は寄り添う感じ。またかみたいな時は無視するみたいな。いつもこれやんって思うと、で、あれって結局定番のフレーズをやっぱりやりすぎると、結局みんな誰もが同じ形になりすぎて、だからこうそれを避ける傾向にもあるし、でもまあまあ1回目やし、まあまあやろっかみたいな感じやけど、2曲目3曲目同じ4曲目同じの来たら、まあもう無視かみたいな感じ。会話と一緒やもんね。そう違うのやるやん、まだそれやったらええと思ってんのみたいな。とこはあるよ、ね、ある自分に対してのツッコミあるから、ね、そうまたお前これかみたいな、あとこうこの曲のなんかここの部分やとチャッチャーンって決めるとかっていうの、あれもリックやと思うんやけど、まあそのまあそれもなんかこう初めてのメンバーとか、なんかやり始めの時は逆にやらんとイラッとすんねんけど、なんかここはそれやんみたいな思うんやけど、2曲目3曲目続くとまたそれやんのみたいな、ちょっとわがままな考えたらとか、何年もずっと一緒にやってる人がこの曲のここの君は絶対こうするとかっていうと、なんかイラッてする。イラッてする、イラッてする。変えろよ。そう今日は何かちゃうことしよう。ちょうど昨日そういうこうマイルスがこうトニー・ウィリアムスとね、ハービン・ハンコックってやった時に、あの辺のメンバーとやってロング・カーターとやってる時に、その時に結構リックがだんだん決まってきて、でそのプラグド・ニッケルってアルバムがあって、コンプリート版ってあるんだけど、あのアルバムなんかのレビューで読んだんやけど、その時の演奏が結局マイルス・バンドの時になんかこうリック決まってきたから、なんかあれいつものやつはなしにしようっていう話をしてたらしくて、で普通のライブやと思って行ったら、なんか録音が始まってて、普通じゃあまあ普通にやろうかっていう話になったんやけど、そのトニー・ウィリアムスがその
ステージに上がる直前に、うん、やっぱりやろうかって言ったそしたらみんな演奏で「If I Ever Bell」とか「タッタッタッタラどうしよう」みたいな「チャーって決めようかでもなんか後で言われるんちゃうか」みたいな感じで避けてちゃうことやっててぐちゃぐちゃになってるっていうアルバムだけど。これぐらいのメンバーでもこんなこと悩むやからまあまあみんな悩むことやよね、うんうんうん、ただリックって覚えてないと避けることもできへんし、うんうん、なんかこう人のコピーせん方がええみたいなこと言う人やっぱり結構おるやん、うんうんうん、あれは俺結構その練習したくない言い訳やと思ってるんですよ自分がなくなるとか言っていやそんなことないよみたいな、そんなことないんだけど僕もそんなに、リックみたいなのをすごくたくさん種類を勉強してきたわけじゃないんだけど、うん、でもなんかその中でもなんか、まあ、やってる間に人からもらうリックとか、うんまあ、現場で覚えることが多いよね多い、うんうんまあ、でも何となく感じてそこはこうやって返すかなみたいなので覚えていくやんかみたいな、うんうんうんまあ、リックってそういうもんやよね、うん、だからまあ基本は僕的にはリックはまあアルバムからもそうやしこう知らんリックとかもいっぱいあるからそれをバンドで持ってってこれやろうこれやろうってやってるのと楽しいやんみたいなでそこからだんだん変化するとまた面白いまあみたいな感じで考えてるかなとはいありがとうございますじゃあ最後にモッチが今までその音楽関係で一番失敗したことって何でしょうまあ僕のミスでもあったかもしれないしまあみんなでっていう感じになっちゃったのかもしれないんだけれども、うん、とある、ニコの奏者中国のニコの奏者の方呼吸みたいなやつ ね, みたいなやつ、うん、ねニコって知らない人多いからそうか呼吸やとみんな知ってはるもんね、うん、そうだね、うん、あまあほぼほぼ衣装衣装、うん、あとヘグンっていうのもあったりする、うん、なんかニコとヘグンっていう同じような、うん、へ楽器もある あそうなんだ、うん、ちょっと国が違うのか地方が違うのかそのあれでジャズやるのジャズじゃなくてね愛知芸術劇場 の,、うん、コンサートホールっていうと結構2000人ぐらい入るホールでのリサイタル で,、うん、で2人でいろんなメンバーが入れ替わり立ち替わり で,、うん、でその場面だけは2人だけで、うん、バッハの G 線上のアリアが G 線上のアリアすごく大好きで、うん、そんなん弾いてくれるって言ったらめっちゃテンション上がってたの、うんうんうん、でニコってまあ奏者によって違うのかもしれないけども、うん、そのキーによって調弦を変えるのね、うん、でその人は何本も何本も持っててそのキーのやつを取ってパッと弾くっていう感じ、うん、で G 線上のアリアって最初がミーな、うん、ミーから始まるんだけどレのシャープでこれって B って、まあ、いわゆる C で調弦してあるやつだったらそのまま弾けたんだけども、うん、B で調弦してやったやつを取ってしまって弾き始めちゃったのね、うん、で僕そのギターやってる人だったら分かるかもしれないけども、いわゆるバッハの曲とかだと、うん、コードをちゃんちゃんって弾いていくだけではなくて、うん、フレーズがあるので、うん、半音下げるとかっていうふうなとすごくこう、うん、もう全然手の形が全然違うので弾けないの、うん、でそこで何を考えたかと思って言うと始まった瞬間に全部半音ずつ下げて弾いたっていうこうやって下げながらっていう、まあ、なんとかなそういう思い出そうかそうかそれはまあ自分じゃないけど自分じゃないけど誰が悪いわけでもないけど悪いわけでもないけどまあまあまあね、うん、その間違いで取ることもあるしね、うん、みたいなそうか、そんなにありました。ありましたか、うんまあ。キーが違うと結構怖いね。怖い、ね、怖いよ。じゃあ次 の, 時にはないようにしていただきたい。そうです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。